どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。はい、レイでございます。やっていきましょう。地球防衛軍第73話、魔山の巨人。これより作戦を開始、山岳地帯に出現した巨大生物を掃討します。地下トンネルの出口が多数、次々と巨大生物が出現しているようです。十分に注意してください。なお、作戦エリア上空を飛行中だった大型輸送ヘリ、ヒドラから、ヒドラが攻撃を受け撃墜。撃墜直前に運搬中のコンテナを切り離しました。ヒドラが輸送していたのは EDF の切り札 BMX-10 ギガンテックバトルマシンプロテウス。4人乗り飛行、巨大歩行兵器です。どこかにプロテウスがあるはずです。可能ならこれを発見し、登場してください。行きましょう。漢字に弱いんか。ごめん。いやー、マジか。プロテウス落ちてんだって。マップでもうすでにちょっとあるんだけど。あ、あった。どうしようかな。先に砂がやろうか。いや、目の前に砂が2つあるからちょっと。それをやろうか。じゃあ行くよ。早速プラズマブルームで一気に。いやー、さあ、この強引な巣の壊し方どうだい。あ、ちょっとでも、大丈夫か。よっしゃ、まず行こう。やれた。えい、もう一個行っちゃいまーす。ちょっとやばい、偽山の雨が。あーはー、上空、よっしゃ、やった、撤退、エネルギー切れ、ふぅー、あかん、すまん、死んだ。早い、読みの丘。やっぱあれだな、エネルギー切れがきついな。降りよう、地上へ。あ、でも地上へ降りたらダメージ受けんだもんな。ちょっと来てるから、あれ来てるから。あれが来てるから。あ、でもすげえ戦ってる。いい、あー来た、さあ、危ない、死んでしまう。あちょっと再出撃で。もう全力で投げるぐらいでいいんじゃない。これでどうだ。さあ、あ、いいとこ行ったんじゃない。おお、いいとこ、いいとこ行った。さあ、来たよ。おお、すげえ。巣穴はやったんじゃない。やってはないか。やれてねえ。やれてないというか、なんかいろんなとこからアリさんがたくさん来たんだけど。退却、ちょっとやってみよう。俺が死ぬ。あと退却。そっか、そうだな、攻撃したのはそっちなんだから。これじゃなかったな、やっぱこっちだな。わあ、なるほど、クラスター弾。これなら確かになんか、広い範囲ではないもんね、そんなに。まだ。うん。ちょっと待ってね。まず、イプシロン呼ぶ。うん。イプシロン呼ぶ。呼ぶ。はい。ちょっと止まってろ。サンキュー、はい、で、投げると。投げる。で、俺はその前に出れない。今一回君飛んだせいでアリ来ちゃったからね、なんだ。そんな飛んだかな、俺。ちょっと、手払いしてくれ。はい。これ、そうやれるといいなぁ。ちょっとさ、それでさ、巣穴打ってくんね。やれてない。俺が巣穴自分で打つわ、もう。頼むわ。俺、その場合、ちょっと、守る。やった、一つ。これで地道にやっていこう。ゲイ。パワーアシストガンの置かないから結構やれるな。すぐに。1.5 倍ってでかいな、確かに考えてみりゃ。次はどこ出す？いた。よいしょ。すはいいぞ、これ。マップを見てみないとわかんないな。ね、あ、やばい、後ろから2匹来てる。いやいや、オッケー。はい、守りに来たよー。あ、牛右に1匹、あれはでも射程内に入ったかな。よっしゃ、うい、正面ん、真下じゃね、真下か、真下じゃね、真下じゃね。
真下じゃね。あ、違う、ある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 、左左左。あった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 、頼むわ。オッケー、やったーけど、結構、まずい、ごめん、イプシロン落ちる。ちょっと待って、今俺もきつい。それは、まずいよ。危ねえ、割れながらよく生きてた。もう一機呼べる？呼べはする。ああ、オッケーオッケー。ある程度ちょっと、さばいてくれ。はいはい。離れて呼ぶから。ちょく回復アイテム落としてくれるから、それをうまく拾っていけば、なんとか拾えてなかったし、さっき。マジか。やばいやばい、いたたたたた。射程結構あんだな、ギさんの。よし、しっかりウェポンも落としてくれてるから、確実に取ってこう。イプシロン復活。よっしゃ、オッケー、殲滅。次は数どこだ？右だね、ちょっと右。ちょっとこいつらやっとこう。あ、ここにあったわ。ちょっとやっとこう、先。これは多分いけそうだから行くわ。よっしゃ、やったか。へい。よしよしよし、確実に1個ずつ減らしていこう。で、義産で、おう、おいしい、回復。レポもあるから、それもしっかり取って。ちょっとアリさん、まず、殲滅を。よーし。あ、まだいる？まだ元気か、いくつか。ちょっと。これであと3、何個だ？巣穴あるね、もう一個。もう一個あるよね、確か。うん、あれ？あるね、うん。そっから来てんのか。見えた。撃てる？見える？そっちから。どこら辺？ね。あ、見えた見えた。あ、見えた？よかった。死角じゃなかったか。あ、射角が足りねえ。ちょっと待って、場所変えないと。あ、待って、真下にあった一個。これだ、なんか通りで近いとこから出てんなと思ったら。そうだ、ここにあるんだよ。いてててててて、ちょっとやばい。ちょっと撤退しよう、少し。二つが絶妙な位置に置いてあって、ちょっとこれ、相互に守り合ってやがる。オッケー、一箇所狙える位置に来た。オッケー、やってくれ。ちょっと思いのほかやばい。回復アイテム落としてくれなきゃきついな。よし、やった。ナイス。なんとか減らしてこう、数。おお、危ねえ、今。ギリギリ。さあ、そしてあれが多分まだ相手の本体は動い、本体っていうかな、クイーンたちは、クイーンたちはまだ動いてない、うん、喧嘩打ってないから、まだそっちには誤ってそっち側の巣穴やってるってことないもんな。だってとりあえずプロテウスのところに到達した。あ、行ってる？オーケーオーケー、うん、それで最初ちょっと先制攻撃を仕掛けよう。ちょっと待ってね、こっちの一つ残ってる巣穴やるわ。頼んだ。うん、あと2体。立ち悪いのがちょっとこれまた木の中に隠れてやがるからな。ちょっと俺回復アイテム途中で取ってから行くわ。少し OK。 危ねえ、今後ろからこいつ狙ってやがった。うわあ、なんとか。よし、はい、回復。
多分ここに多分戻ってくる余裕ないから今のうちに取れるもん取っとかないと。ウェポンしかり、まあウェポン、まあ優先はウェポンだけど、で第二に回復みたいな感じで、それぐらいの感じでいいや。あ、ちょくちょく落ちてんな。よいしょ。ほい。で、これ真下に落ちたら大回復が一個あるから、それをもらって、よいしょと。オッケー！だいぶ回復した。で、エネルギーも今、あえて急速冷凍して、プロテウスも動き始めてる？ん？待機中です。あ、待機中ね。オッケーオッケー。一応そこから射程あんのかなと。あ、2機あんの？プロテウス。あ、違うわ。片方はブラストレールガンか。うん。届くんじゃねえかなと思うけど。お、歩いてるね。なるほど。そうだね。近寄らせないってことは大事だね。で、いざという時はすぐにもうこっちからも撃って出る。っていう感じで。うん。ある程度引き打ちの方がいいかなと。なるほど。じゃあもう、いいと思ったら行くよ。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。あ、なるほど。お互いにね。あ、女王アリには当たるな。クイーンを先にやろう。そう、オッケー。でも、号令あらばいつでも言ってるぜ。一応俺の脱出手段を。ああ、そうだね。そうだな。脱出手段を。いざという時はそれでちょっと頼むわ。で、俺ミサイルのかな、じゃあ。任せるよ。オッケー、いざどうぞ。3、2、1、放て！よしよしよし、あ、よし、ジョーエル、やったんじゃない？一体、今。よし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 、聞いてる聞いてる聞いてる。女王をやってくれ。女王優先でガンガンやっちゃってくれ。了解。そこだ。よし、当たってる当たってる。いいよ、よしよしよし。やったか、全部。女王あり。やった。さあ、次は、この。あとは巣穴だな。オッケー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 。バスターカノン効果ありだぞ、これ、かなり。あっさりやれた。やっぱそうだね。あとは砂だけだ。うん。あ、またあれ出てきたわ。オッケーオッケー。ちょ、これでとりあえず牽制してるから。意外と当たるのな、これ。このバスターカノン。この、ギリギリ四角で巣自体は見えないんだけど。当たらんことはないから、しっかりと狙う。弾幕を張ればなかなかいいダメージが入る。あ、一匹近寄ってきた。オッケー、俺が、おお、ナイス。さあ、もう片方のバスターカノンで前出ようか。ちょっといいね、動き旺盛。もうなんだろう、あれになれちゃったからね、バラムに。バラムインより、もうサイズがちっちゃいのにバラムとよりちょっと早いぐらいの動きだから、おっせ。ああ、そうかそうかそうか。確かに考えてみればそれもそうだな。まあ4人乗りだからね、考えてみれば。巣穴どこだ。ちょっと待って、まだアリがアクティブになってないっぽいな、これ。あ、じゃあチャンスじゃね。だ、しっかりと陣取りができそうだね。谷に降りちゃうか、いっそ。もう任せる。あ、ただちょっと今、操縦、左肩の方だから、うまくちょっと。あ、それは分かってる。うん、大丈夫。頼むわ。射角的にちょっと足りるかどうか。そうだね。それで向き変えて。今向いてる方向が右の最大限、最大角だから。そろそろ巣が見えてくるはず。どうだ。あ、見えた見えた。あ、見えたけど、もうちょっとね、右を向いてほしい。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫、分かってる。1、2、2つまで見えた。2つか。もう1個見える位置まで行く。もう1つどこだ。てか、そろそろやばいかな。アリさん反応しちゃうかな。ちょっと怖いよ。
1、2、あれ2つしかないんじゃない？あ、来た！ちょっとやるわ、もう2箇所しかないね。オッケーオッケー、もうしょうがない、ちょっと、あ、そうそうそう、だんだん1つずつ、おら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 、よし、だんだんやった。はい、そしてじゃあちょっと下に向けて、ちょっと気をつけてね。オッケー、もうバスターカノン撃ちまくるから、で、爆風でやる、こうなったら。やばい、後ろに回られてる。まあいいや、ある程度ちょっとこうやって撃ってって、おしおし、あ、意外といいね。あと2体だ、また集めよう。よし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 、相手まとめよう。オッケー、はい、1体ちょっとやるね、じゃあ。うん、1体ここでプロテスト遊んでるよ。あ、ごめん、遅い。あ、じゃあもう1体なんか引き連れて頼むわ、俺その間に取るわ。すげえな、これパワーがすげえんだな、遅い分プロテウス。さ、どんくらい持つかな。頼むよ。まあ持ってなかったら援軍来ないよね。俺すげえ不安なんだけど、そういうこと。大丈夫でしょ、さすがに。大丈夫かな。結局あれだね、なんかあの脱出手段いらなかったね。うん。使わずに済んでよかった。うん。あれ、あまりにやれないから、どっか違うとこ行っちゃうかな、あいつ。もう、見せて。うん。よし。ほら、俺と遊ぼうぜ。ほら、俺と遊ぼうぜ。あ、やってんな。その、ウェポンそのまま取ってくれ。あ、無理か。あ、じゃあ俺が取ろう。オッケー。いや、危ない危ない危ない。ね。レイのエアレイダーで、エアレイダーなんつってね。おい、笑いよ、あり。笑いよ、笑いよ、あり。あれだね、調子いいね、今日は。今日は調子いい。じゃあやっちゃうよ、最後。頼んだ。いやー、よし、スタートだ。やったー、オッケー、ナイス、イエーイ、やってやったぜ。いいね、プロテウス。結構プロテウス意外と強かった、攻撃力が。うん、うん、お、ダイナストって武器手に入れた。やったぜ。さあ、というわけで、次回は第74話、何これ、そびえる奇獣、気になりますな。お楽しみに。じゃあね、またな。ディロイやヘクトルで編成された機械化混成部隊が市街地に侵入した。どうやらディロイの中には新たに改良された新型が存在しているようだ。地球防衛軍は過去最大の火力で迎え撃つ作戦を発動する。次回、超制圧弾幕、君は時の涙を見る。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。